それも相当難しいんで、さあどういった試合になるんでしょうか。想像が難しい。さあ浩二選手 1P、 2P が宇良選手、まあ、大阪の大会といえばこれぐらいの勢いですね。いつも見るイメージなので、いつも見ますねこれ。すごい楽しみです。さあまずファーストヒットは浩二選手こですが、宇良選手が取り返す。あ、コンボしっかりできますね。ここはしっかりコンボ最大取って画面端に詰めながら、対空は読み合い、しゃがみタイプは出したんですが、コンボタイプでした今のは。さあ宇良選手の春風に対して昇竜拳で割り込んでいく、うまいですね。ここですね、この画面端の攻防、やはり上見てるか、見てますね。しっかりちょっと追い込まれてたんですけど、しっかり体育出して、体力は宇良選手がリード。いや、うまい、すかしかって、おー、しっかり。こういうとこ大会慣れしてるなと思いますよね。追意識が効くフォアシューでリスク回避しつつ、あこでしっかり真空波動拳出しつつ、さらに追意識でっていう、やっぱ宇良選手の大会での強さ、本物ですね。支えられてますね、こういう細かいところにね。幾多の大会を乗り越えてきたこの宇良選手の圧倒的な勝負感、素晴らしいです。浩二選手も負けずに頑張ってほしい。遠台系差し込んで、さあ立ち回り、さくらがリードを奪っているんですが、三田北側にウルコンゲージがあります。これがおっと、セービング取らして、ここで一気に体力が五分になったか。そうですね、ただゲージ側が、ゲージが、さくら側がここで五分、ゲージが五分、前投げを通して、うわー、どっち、これは死んでしまうのか、まだ残るのか。うわー、死んでしまう。今のはめくりらしいです。へ、ジャンプ大キック表落ちに見えたんですが、めくってたみたいです。やっぱゲージない時のそのフォークの差し合いに対して、ウルがセービングを置くっていうのはかなり有効に機能してますね。はい、EX スパイがないうちにセービングで、あ、そうですね、リターンを取りに行くっていうのが多くて、それがかなり今はなんか見てたらその展開が多いですね。そうなんですよね。そこからゲージ差も体力差もついてっていうのが多いですね。ウルさんのペースになってるという感じですね。さあ浩二選手、ここは頑張りたいんですが、ここもさあ宇良選手、ここも体力リードを奪って画面端に詰めていく。ここは F 式で安定にダメージ、ここも見てますね。しっかり垂直ジャンプに対して昇拳で取っていく、うまいですね。さあ浩二選手は負けてない。ここはもつれ足したかったんですが、宇良選手振り子で暴れている、うまいですね。発生の早い技で暴れる、この密着戦がうまいですね。その早いですね、その動きが早くて、判断に迷いがないって言いますか。そこはまあ、ウリョのいいとこですよね、やはり強みですね。浩二選手が少しやりづらそうにしてます。これがウリョ選手の強さなんでしょうか。かなり立ち回りをしてますね。なるほどね。さあここはゲージを2本残した状態でセットプレー。さあ浩二選手、ここは冷たい、端に詰めた。さあさあここからですね、ありますよ、あります。うわー、しっかりひよらず暴れてきましたね。これがウリョ選手なんですね。やっぱゲージ内フォークにセービング置くっていう対策は相当有効っぽいですね。はい、これがウリョ選手なんですね。参考にしてほしいプレーですね。